next up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、萌花選手、はい、ご無沙汰してました。久しぶりです。久しぶりです、今回は萌花選手第3戦、はい、IOA チャンピオンシップがカリフォルニアのビューモントというところで開催されて、今日が第1日目でした。はい、まあ、たまたまビューモントがパームスプリングと近いので、萌花選手、私と、あと私の嫁と一緒にパームスプリングで、合宿というかしております。はい、で、今年第3戦目なんですが、はい、ちょっと不調に陥ってて、はい、アンダーパーまだ出てません。はい、まあ、その辺のところについて、はい、いろいろと話してほしいなと。はい、はい、お願いします。最初の、フロリダとアリゾナの2戦目は、今年ちょっとスイングドライバーのスイングを変えて、もう結構ドライ去年はドライバーの弾道が高かったんで、それをもうちょっと抑えたくてってことでスイングをちょっと変えたんですけど、それがあまりうまくマッチしなくて、結構最初から2戦目は結構ドライバーで苦しんでました。苦しんでます。はい、真ん中行かなかった。全く行かなかったです。全く行かない。フェアウェイにおらんかったです。でどうなってんのよそれで。なんか前は結構アイアンはあんまりないんですけど、小さい時からゴルフやってる癖で、なんかこうダウンスイングの時にこうちょっと右肩が下がってこうなるんですよね。だからちょっとなんかスプーピングっていうか、なんかこう下から行っちゃってこう煽り打ちみたいになって結構弾道が高く出てっていうのがあったんで、それやと距離をすごいロスしてるってことで、重心の割合を測った時にインパクトの時に結構トッププロの人とかは左足に 70% とか 80% ぐらい乗ってるんやけど、私は逆ですごい右足にこういう感じで乗ってて、それやとちょっとロスしてるなってことで、重心移動を意識してこう右肩が下がれへんようにと思って、できるだけこう平行に打っていこうと思ったらめっちゃ難しいです。はい、今日さ4オーバーだったけど、はい、原因は何だったの？今日は、最初の10ホールは、うん、4バーディー4ボギーやったんですよ、うん、それも4バーディー4ボギーすごい出入りが激しかったね。すごい最悪。なんか、うん、今日はドライバーはすごい先週練習した甲斐があってもう全然大丈夫やったんですけど、次はアイアンが、私もともとフェードヒッターなんですけど、多分先週ぐらいからドライバーのミスショットがもう肩がかぶって左っていうのがすごい出てて、アイアンがそれに多分影響されて、こうフェードヒッターなんでちょっと目標物より左にフェースを抜いていかないとダメなんですけど、それがピンの方向に抜いていっちゃって全部ダメです。全部右に外れちゃって。おお、もうフェードじゃなくてスライスになっちゃってんの。あ、そうですそうですそうです。おお、それは問題だね。で、風も吹いてるんで、もうスライスの球が風に煽られたらもう風しなく右に行っちゃうんで。おお、風強かった今日。あ、ゴルフ場強かったです。そう、今現在ここも結構風強いよね。はい。うん、だこれよりもちょっと。もっと強かった。はい。ここで今。そうね、風速でいうと12、3マイルとかそんな感じなんだけど、じゃあ結構風強かったと、はいはい、うん、で、その他アプローチパターはどうだった？アプローチパター良かったです。多分アプローチパターがダメやったら90ぐらい打ってたもん。今日はグリーンに乗ったんが7回しかなかったんで、パーオン7回しかなかった、はい、それは問題だね。やばい。なんか平均、去年とかは平均パーオン14とかいっとったんで、うん、ちょっとアイアンがすごい不調で埋まってます。
でパターとアプローチは去年すごいこのコースでアプローチにすごい苦戦したんですけど、今年はなんか何の引っかかりもなんか難しいとかそういうあんまりなくて、まあ多分雨で芝が変わってるのかわかんないですけど、覚えてないですけど全然問題なくアプローチです。去年はベアグラウンドのとこがあったかな。はい。でベアグラウンドにあの草が生えてて、そこにその草が後ろにあのボールの後ろに入って打てなかったみたいなのが 3,4 回あったよね。今年はなんか草が全部枯れてます。だからもう全部エアグラウンドになってるんで、逆になんかあのクラブ去年みたいにクラブどうやって入れたらいいみたいなって、逆に楽です。そうなんだ。まあじゃあそれでは明日の目標、明日は多分カットするにするカットするのに3アンダーぐらいじゃないですか。3アンダーかな、2アンダーか3アンダーいいかさん、うん、なんでまあそこ目指して頑張ります。頑張らないと。はい。明日のスイングで気をつける点は、多分スイングはあんまり問題ないんで、結構そのメンタル的に左にミスしたくないと思ってるからこう右に結構フェース出しちゃうんで、明日はもう気にしないでちゃんと左に出したら構えた方向にちゃんと打ったら絶対大丈夫です。はい。じゃあちなみにちょっとそのこれ持ってこっちの方がいいか。うん、なんかフェードヒッターなんでちょっとアウトサイズがありますから、ちょっとだけ左に出す。なんていうかな、このライン。ここが、あの木が木にやってしたら、うん、フェードなんで、あの木に、このままフェースを出していったら、そこからフェードするちょっと右に行くじゃないですか。だからいつもは、ちょっとオープンに構えて、ちょっと木の左5ヤードぐらいに出して、こういうイメージなんですね。でオープンに構えてるのに、今日はオープンに構えてるのに、なんかこういったまま左に出すのが怖くて右に出しちゃうから、スライスになっちゃう。そう、スライスになる。逃げ玉みたいなのが多かったです。今日が。はい。そう。なんか体的な問題じゃなくて、もうただ単にメンタルだったりして、こう左行きたくないと思ってこうそのまま出しちゃって、右に行って。意味ないやん。、はい、はい。じゃあ明日それを気をつけて、はい。ドライバーはどうだったの？ドライバーは、まあ、ごまかしごまかめっちゃいいわけじゃないですけど、ドライバーも一緒ですね。結局左に出すの怖いから、なんかごまかしごまかしでやってるんであんま距離も出てないし、まあ、でもフェアウェイにあるからめっちゃ悪いわけです。今日はアイアンが悪かったです。おお、そうだ、はい。セカンドがいまいち。セカンドが最悪です。あれはユーティリティは結構長いホール多いじゃない。ユーティリティはまあまあそんなにあんまりユーティリティ打たなかったですね。結構6番アイアン、7番アイアンが多かったです。6番って何ヤード？6番で160ぐらい打つ、うん。でも1個430のアゲンストのホールは3番ウッドで打っても届かなかったです。ラフに入っちゃって、うん、ダム打ったホールなんですけど、うん、なんかラフに入っちゃってドローめっちゃついて、でラフやから受けなくて、今日は、ね、スルーザグリーンじゃなかったんだ。いやスルーザグリーンでした。でもラフは吹かれてフェアウェイだけ。あ、吹けんのはフェアウェイだけ、フェアウェイのカラーだけやから。おう、それでめっちゃドローついてて、そっから打ったらもうドローがついてるの絶対飛ばないんで、でダム打ったんです。おう、で結局後半でこうオーバーしちゃったの、うん、それはあれだね、残念だったね。まあとにかく明日は攻めていって、はい、最低2アンダーじゃないと。そうですね、うん、予選カットしたらまたあの撮影 OK の、の承諾を LPGA からもらってるんで、頑張って予選頑張って予選カットしてね。はい、頑張ります。明日、明後日終わったら、今度どこだっけ？まあ、アリゾナのツーソンか。というところです。はい。はい。
ということで、まだまだこれから旅は続きますが、はい、アリゾナ終わったら、ラスベガスで会おうって感じだね。はいはい、はい、で、ラスベガスの有名パブリックコースを3つほどピックアップしてますので、まあ、モエカ選手がその有名パブリックコースを紹介してくれます。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、ダフらないアプローチ、はい、ワンポイントレッスンをお願いします。普通は私がダフりたくない時に打つ時は、うん、こんな感じ、もうほとんどフェイスローテーションなしで